言語聴覚士の竹本です。今日はワーキングメモリーというものについてお話ししていきたいと思います。ワーキングメモリーとは何なのかという話ですね。このワーキングメモリー、たまにテレビなどでも取り上げられることあります。年齢が増すとワーキングメモリーが悪くなってくるんだと。ワーキングメモリーを鍛えなきゃいけないんだと。 まあそんな話ありますけれど、そもそもワーキングメモリーって何なのかという点お話ししていきたいと思います。まずは自己紹介です。私は言語聴覚士の竹本と言います。今は大学で研究をしたり、企業でリハビリの機器を開発したりしております。また、お家で失語症のリハビリが受けられるオンラインの失語症リハビリも行っておりますので、 興味のある方は、下の概要欄にあります、ホームページを見てみてください。それでは、ワーキングメモリーですが、メモリーと書いてあるので、記憶のことですかというふうに思いますが、記憶とは全く別です。ワーキングメモリーは記憶ではないということは、まず前提として頭に入れておきましょう。全く別物と考えていいです。ワーキングメモリーはですね、言ってしまえば、作業机、 のようなものだと思ってください。対して、記憶というのは本棚のイメージですね。これ、絵にしてみると、こんな感じです。後ろ、横にはですね、たくさんの本が置いてあります。本棚があります。これが記憶。で、その手前に作業机があります。この机がワーキングメモリーというイメージです。記憶にいくらたくさん知識があっても、 それ、取り出す、探すのに時間かかったらあんまり使えないですよね。ワーキングメモリーっていうのは机ですね。今使うべき記憶とか知識をですね、すぐ使えるように一時的に置いておくための作業スペース、机だと思っていただけると合っています。作業机の大きさって、作業効率に影響してきますよね。机が小さいと作業効率悪いです。 例えば、こんなバーの机のようにですね、ちっちゃい机があったとします。この上、書類1枚しか置けませんね。この上で仕事してくださいと言われてもですね、うまく仕事できないと思います。対して、横にある四つ足の机、このぐらいスペースが広ければ、書類3枚でも置けますよね。そして、必要になる参考書類、本も置くことができます。文房具も置いてますね。 こっちの机であれば作業ははかどると思います。仕事できますよね。というように、この作業机の大きさがワーキングメモリーに該当すると思ってください。例えば、電話番号を聞き取るときです。机が大きければですね、090-1234-5678ですと言われたとき、机の上にバッと載せれますね。090-1234-5678 で、これ見ながら自分でメモを書いたりとか、机が大きければできるという形になります。対して、小さい机だとですね、09012345678ですと言われた時に、机に入りきらないんですね。090123あれその先なんだっけというようになります。で、もう一回教えてくれと。で、もう一回聞いたら今度はですね、最初のを忘れていると。 そして、机が小さすぎて、同時に目も取ることもできません。なので、どんどん聞いても忘れてしまって、頭こんがらがるというようなことに陥ります。他には、料理を考えてみましょう。大きい机だったら、いろんなことを同時に捉えられますね。次の工程をレシピの本で考えながら、お湯を沸かしていて、その間に野菜を切って、どんどん進めていくことができます。これは、 机が大きくてですね、いろんなことを同時に頭で捉えておくことができるからです。対して、小さい机だとですね、見通しも立てれないし、同時の作業もできないと。例えばこの例であれば、茄、ま、子、あ、を切るということだけに頭の作業机が使われてしまっています。先ほどお湯を沸かしたお湯のこと、もう頭の中ないですよね。とか、えー、レシピの本ももう頭にないので、野菜を切った で、なんだっけと。何するんだっけというような感じになってしまいます。まあ、このようにですね、ワーキングメモリーの障害というのは、やるべきことを一気に机の上に並べられないというような症状になります。この机というのはもちろん頭の中の抽象的なものですけれど、自分の作業机がとても小さくなってしまって、一気にいろんなこと同時にできなくなってしまうと。で、どういうことが起こるかというと、 見通しが立たなかったり、同時の処理ができなくなったり、直前のことを忘れていってしまったり、というようなことが起こるというようになります。ということで、まあ、この辺ですね、個別に覚えるというよりかは、こちら側、ワーキングメモリーというのは、頭の中の作業机のことなんだ、ということだけ捉えていただければ、この辺のことを理解できるかなと思います。ということで、今日はワーキングメモリーのお話でした。ここまで見ていただいてありがとうございました。 最後にお知らせをしておしまいです。はい、本編お疲れ様でした。最後にお知らせです。おうちで言語のリハビリが受けられるオンラインの失語症リハビリを行っております。スマホリハベストという名前です。これは完全に1対1のパーソナルトレーニングになりますので、困った時や不安なことがある時、いつでもご相談いただけます。 また、メールの練習も行っておりますので、ご希望のある方はおっしゃってください。ご家族の相談も受け付けております。ご家族が失語症になって、どうやってコミュニケーションを取ったらうまくいくのか、など、ご相談ある方はご連絡ください。概要欄にホームページを載せておりますので、お問い合わせはそちらからよろしくお願いします。それでは、ここまで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。